先生です。今日のテーマは最強の個人開発アプリです。アプリ開発に命かけてるなっていう方たちとか、アプリ自体がその人の熱量によってめちゃくちゃ面白いので、雑談しながらそのアプリの名前をねめちゃくちゃ美しく書いていく適当な動画になりますので、よろしくお願いします。この間ツイッターで紹介したいんですけどいいですかっていうのをツイートしたらね、お三方からいいですよっていうリプライをいただいたので若干緊張しておりますけども、一つ目はね、音楽プレイヤーアプリでございます。その名前はハヤネモンです。5文字しかないので書いてる間に言いたいことがね言えるか分かりませんが、あ、ハヤエモンのハはねカタカナ、ハヤがカタカナで、エモンがひらがなの、あのドラえもんみたいな感じです。はい、ハヤエモンのハ横長で、反る向きはこっちは払うんだけどこっちは止めます。はい、開発者がねりょうたさんっていう方が作られていて、私がこのアプリを使い始めたのはパソコン版、 Windows 版から使ってて、その時はね私がなんか耳コピがしたくって再生速度を落とせるアプリを探してたんですよ。まあフリーなのでまあいいじゃんと思って落として、その使い心地を Twitter に何の気なしにツイートしたんですよ。そしたらなんかね5時間以内ぐらいにりょうたさんからいいねがついて、りょうたさんって誰だろうって思ったらハヤエモンの開発者だったんですよ。りょうたさんはハヤエモンっていうキーワードを多分定期的に検索してらして、そのユーザーの使い心地であったり生の声みたいなのをすごい収集されてる方なんですね。だから私のツイートがヒットしたみたいなんですけど、なんかご要望があったらお気軽に感想を教えてくださいねみたいなリプライが来て、私がその再生速度のインターフェースかなんかに文句つけたんですよ。クソ生意気に、なんかここがこういう風だったらもっといいんですけどっていうリプライを送ったら、ありがとうございます。次の修正点に加えさせていただきますって返事が来て、で、結局それ、2週間以内ぐらいのアップデートで改善されたんですよ。そのやりとりがね、多分ね、5、6年前なんですよ、今から。りょうたさんは、それよりももっと前から、エゴサーチとか、その改善点を見つけるってことは多分されてたと思うんですね。あ、すいません。この矢の解説言っていいですか？まあ、矢は、ここ、90度になる感じで、こう、交わらせるといいです。しっかりこう跳ねてやることと、ここの長さね、だいたい同じかなと思います。斜め具合がね、ポイントなので、はい、頑張ってください。で、今のところ、ハヤエモンは、そのパソコン版と iOS と Android があって、基本的にね、もう何でもできます。本当かよって思うかもしれないですけど、何でもできますよ。普通に再生するのもあるし、ピッチ変更ができるっていうのと、ピッチを保ったまんま、速度が変えられます。で、この速度っていうのも 0.1% とかすごい細かい単位で、変更ができるので、耳コピとかダンスの音源とかでゆっくりバージョンを作りたいとか早いバージョンで練習したいみたいな時にかなり使えると思いますね。で、多くのアプリではその速度を変えちゃうとピッチも同時に変わっちゃったりするんですけど、ピッチを固定したまんま速度を変えたり、逆もできて速度を固定したまんまピッチを変えたりもできるので、この辺のね機能がかなり優秀です。で、あと AB ループっていう機能があるんですけど、曲が始めがあって曲の終わりがあるとするじゃないですか。で、例えばダンスの練習で今からここからここまで練習したいんだけどっていう時って、こう手動でここからここまで行ってまたこっちに戻るっていうのめんどくさいじゃないですか。それをハヤエモンはね勝手にやってくれるんですよ。ここが A だとしてここが B だとすると、一回指定したら B に行ったら勝手に A に戻ってくれるんですね。すごくないですか。私はね担任やってる時に運動会のダンスの音源を作る時にこのアプリはかなり使用しました。で、その AB ループとかで指定したところだけ新しい音声ファイルとして出力することもできますし、痒いところに手が届くっていうのをもうすごい徹底されてる感じです。で、なんで手が届くのかっていうと、さっき言ったようにものすごい改善を繰り返してるからなんですね。ユーザーの意見を聞いて、こういう意見が多かったから今度のアップデートでここ改善しますとか、で、バグが出てもすぐに修正してくれたりして、こう使いにくい部分があったとしても絶対改善してくれようとするので、進化が止まらないんですよ、このアプリって。
それが本当にすごいなっていうか、っていうかまあね、りょうたさんの熱量がすごいんだと思うんですけど、そのアプリ開発に対する熱量があってこそのアップデート頻度だと思うので、個人としてのエネルギー量も圧倒されますね。で、はやえもんはとにかく100万ダウンロードを目標に頑張ってらして、アップデートするたんびに更新内容の一番下の段に100万ダウンロードまであと何十何万人っていうのを毎回書かれてるんですね。なんか塵も積もればじゃないですけど、その目標に向かって頑張りさえすればっていうか、あと熱量があれば人間何でもできるなみたいなのがね、すごいね、その可能性みたいなものも感じさせてくれるアプリで、ただの音楽アプリっていうよりもね、もう人生を教えてくれるようなすごいアプリですよ。ぜひはやえもんっていうアプリ取ってほしいなと思います。字の解説してもいいですか？グッと斜めに持っていて、しっかり折り返すとかっこよく決まります。私何回かね、りょうたさんにリプライを送ったことあるんですよ。その今こうだからこうしてくれっていう要望をね、どんなに難易度が高いことでも、ちょっと先になるかもしれないけど、いつか改善させていただきますとか、できないとはおっしゃらない方です。なんかそこがすごいなってもう毎回思う。そんなのできねえよっていうのいっぱいあると思うんですけど、でもりょうたさんはそれをユーザーのせいにしないというか、今よりももっとこう技術が高まったりできることが増えたら、いずれどんなに難しい要求も答えられると思うし、そういうアプリにしたいっていう風な意思を感じる方なので、本当にね、もう絶対的な信頼があります。本当大好きなアプリです。はい、どうですか、もうこれで言っていいですか？真ん中から始まって、曲がる時の一番下の方が真ん中で返ってきたらいいかなと思います。で、最後に少し内側に持っていく、二画目につながるように払うといいですね。はい、この間ね、アプリの紹介動画をいいですかっていうリプライを送った時にすごい喜んでくださったんですけどこんなね、はやえもんっていう文字を書きながら紹介する動画だなんて絶対思ってないと思うんで、こんなイカれた動画を作ってしまって大変申し訳ないんですけど、私なりの紹介動画なんで許してくださると嬉しいなと思いますけど、いやでも本当に私はね、もう一ユーザーとしてはやえもんアプリはね、応援したい。近年ランキングが上昇してて、アップルストアとかのランキングもね、かなり上位にいるらしくてですね、その報告をツイッターでされてるんですけど、そういうのを見るたびに頑張れって思いますね別になんかユーザーとしてはただ使うっていうことしかできないですけど、まあ課金したりね、そういう応援の仕方はあるんですけど、基本的に使い続けることが一番の応援だと思うんで、そういう報告を見れるのも嬉しいし、なんかもっと有名になってほしいなとは思いますね。はい、最後、んですね。ここに楕円が入るイメージ、真ん中から始まってこう三角形になるとかっこいいかなと思います。はい、でははやえもんおしまいということでね、次のアプリいきます。使用歴が長い順に紹介していこうかな。次は、アルテスノートさんです。 RPG の放置ゲームになります。放置ゲームは割と昔からあるジャンルなんですね。UK 勇者シリーズとか、あとナイト&ドラゴンってやつがあったりするんですけど、チームを編成して送り出して、そこからは放置して無事帰ってくるのを待つっていうタイプの放置ゲームですね。ソーシャルゲームとかではないです。その系統の、傑作かもしれない、近年の。その手のゲームってね、基本的に想像するしかないんですよ、プレイヤーは。まず BGM がないし、でその代わりにテキストがめちゃくちゃ膨大に用意されてて、それをもとにプレイヤーは世界観とか冒険者の例えば容姿であったり生い立ちであったりっていうところをこう自由にね、想像して楽しむっていうジャンルのアプリなんですけど、個人開発って書きましたけど、基本的にお二方で開発されてて、一人はアプリのこうソースのコードを組んだりするところ、でもう一方がそのストーリーとか、フレーバーテキストって言われる物語に厚みをもたらすためのこう世界観設定を担当されてる方、アロナックスさんって言うんですけども、そのお二方で、作られてるアプリなんですね。システムもそうだし、その世界観っていうのがもう絶妙にマッチしててすごいですね。なんか今日はね、アプリに対する思いが強すぎてちょっと
文字の解説がおざなりになってますけど、別にいいですよね。アプリについて話せたらもう大満足なんであれですけどね。ルはね、この高さを若干変えること、ここを少し目よりも狭めにすることがポイントかなと思います。そのまずね、ストーリーが面白いのと結構自由度が高いっていうところはこのアプリの特徴かなと思います。こちら側がいじれるところが多いっていうのがかなり特徴的で、すごい自由度が高いアプリなので、さっきの早右衛門さんと同じで、ものすごいユーザーからの意見を聞く、でツイッターにスクリーンショットとかプレイした感想みたいなのを上げてる方も結構多いので、あのパーティー編成とかね、でそのパーティーのビルドの具合を参考にして、あ、ちょっとここダメだったなみたいな感じでまたアップデートされるんですよ。やっぱね、リリースして終わりじゃなくて、そこに次のアップデート改善っていうのがあると思うんですね。でやっぱそこを徹底してるアプリって面白いんですよ。だってこうしてほしいなとか、こうなったらいいなって思ってることがちょっと待てば絶対治って帰ってくるんですよ。こうなったらいいなっていうのは使う人が心地いいなっていうところなんで、プレイヤーにとってはいいことしかないじゃないですか。どうですかこれで、なんか微妙かな、まあいいか。上は反らす、下はまっすぐっぽく、ちょっと右からスタートするといいかなと思います。結構ね、テキストも頑張ってて、そのアロナックスさんっていう方がストーリー担当されてるんですけども、みんなね、このストーリーの方を結構楽しみにしてます。私もそうなんですけど、あ、冒険者ギルドっていうあのアプリもあったんですけど、昔ね、あの放置ゲームの中ではかなり有名な冒険者ギルドシリーズっていうのがあるんですけど、それをさらにストーリーのところをボリュームアップさせたところも若干あるかな。今までにあった放置ゲームのいいところを全部いいようにアップデートしてるっていう面で、多分ね、評価されてるんじゃないかなと個人的には思う。私ね、昔びっくりしたことがあって、この今これについて開発してますとか、次のバージョンでこれを改善しますっていうのを公開されてたんですよ。トレロっていうアプリがあって、それに過去のアップデートの履歴とか、次これをやりたいとか、こういう改善点がある、こういうバグがある、でバージョン 2.0 で改善しますみたいな、今の開発段階が視覚化されてたんですね。それをネットで思いっきり公開しちゃって、ユーザーも見れるっていう状況を作ったっていうのが、当時としてはね、あれ？ちょっと待って、ノートではね、と先に書いちゃった、すいません、次のだわ。公開してたっていうのが個人的にはね、衝撃でしたね。ここまでオープンにするんだって思って、それを見れるからこっちもね、もっとプレイしたいなって思うし、ここまでユーザーの声を拾ってくれるんだったら、こうしてほしいなっていうことをツイッターに書いてみようかなとか思わせてくれるところがあって、そのオープンさがね、すごいなって思いました。で今もそのストーリーはまだ完結してないので、どんどん続いていくし、新システムとか新しいダンジョンとかマップとかもね、どん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 開かれていってるので、これからもね、進化が止まらないアプリだと思いますので、気長に遊ばせていただきます。はい、本当にありがとうございます。はい、アルテスノートさんね。3つ目、これはね、またジャンルが違いまして、最強の暇つぶし、アプリだと思います。イラストチェイナーと言います。これを、まあ、日本語に訳すと、まあ、絵しりとりですね。私これリリースされて2週間後ぐらいにたまたま見つけたんですけど、なんだこれと思って、あのね、めっちゃほのぼのしててね、可愛いアプリなんだけど、よく考えられてるなって思うアプリです。基本的に今オンラインで知らない人4人と絵しりとりで繋いでいくゲームなんですけど、で自由にチャットはできないんですよ。すごいねとか、わかった、うまいみたいなボタンだけあって、それを押すと、他の参加者にもそのメッセージが表示されるっていうだけなんですね。だからなんかこんにちはとか打てないんですよ。自由にはコミュニケーションができないんですけど、そのコミュニケーションを取れる要素を絞ってあるがゆえに、絵だけで今描きたいものが伝わった時の嬉しさとかがね、より強まるというかね。絵しりとりってだってさ、伝わったら嬉しいじゃないですか。その嬉しいところだけが増幅されるように、楽しいコミュニケーションができるようにっていう風にこう考え尽くされたゲームかなと
思うので、すごい個人的にはね大好きなんですよ。でその誰とマッチングするかわからないので、嵐とかよろしくないワードを書いてバッと逃げちゃうユーザーとかいて、治安が悪くなったりする例があるんですけども、割とねこのゲームに関してはネットマナーがいい人が多いと思います。結構プレイしてますけど変な人に当たったことは、ね、ほぼないかな。でそのみんな基本的に絵を描きたいので相手を貶めたりしないんですよ多分ね。だからなんかそういうちょっと良心みたいなところに訴えかけてるアプリでもあるので、割とね平和な、開発者の方も一緒になって実際に絵しりとりを楽しまれてる方です。でこの人もユーザーの声にすごい耳を傾けるタイプの方 でこの方はとさっき紹介した2つのアプリの方よりも自分から入っていくっていうニュアンスが強い方 で開発者ご本人が頻繁に遊ばれてるんですね。そのだから自分が使った使用感をもとに改善もされているっていう感じなので、その貪欲さというかがめっちゃ好きですね。でゲームの内容としてはもうだいぶ完成してるんですけど、やっぱりその細かい部分の要望に応えてくれたり、そういうアップデートはかなり多いので、もっと面白くなる可能性があるっていうのをすごい感じられるアプリなんですね。だから私はもうやめられないですねアップデート来るたんびにね、ちょっとまた遊ぶかってなっちゃいます。気づいたら1時間ぐらいやっちゃいますね続けて。それぐらい結構絵しりとりがコミュニケーションとしてもう面白いんですよ。だからすごいところに目をつけられたなって思いますね。今まで多分絵しりとりあれに特化したアプリはねなかったんじゃないかなと思うんですけど、要は絵しりとりもできるよみたいなアプリはあったと思うんですけど、だからそこの心地よさだけを求めに来てる人が来るので変な人が来ないんですよ快適にプレイできる、絵が好きな人とか別に絵心に自信はないんだけど人の絵を見たい人とか、ね、気持ちいいコミュニケーションができる人だけが来る枠組みを作ってらっしゃるのがねやっぱりすごいなって思いますね。あの身内の人だけともねプライベートルームを作って遊べるので、仲間内だけのプレイもね可能です。はい、ないい感じかな。私まだ開発者さんと遊べたことがないのでね、ぜひ今度一緒にプレイしたいと思います。はい、というわけでイラストチェイナーおしまい。アヤエモンとアルテスノート、アルテスノートさんとイラストチェイナー、はい、この3つです。今日はちょっとこのアプリが好きすぎて全然字の解説をしてませんけど、雑談できたんで楽しかったです。まだ知らない方とかいたらねぜひ教えてあげてください。でこの開発者3人ともツイッターされてるので、なんかアプリ開発そのものに興味がある人とかもフォローとかしてみると最新情報がチェックできるのでおすすめです。はい、感想とかあったらコメントでよろしくお願いします。本日は以上です。ありがとうございました。